こんにちは、土の子です。今日は10月17日、バチトレルセンター練習台は月光河の台ですね。忍者みたいでかっこいいっす。ケロマツがかっこよく進化するなんて、これもポケモンの醍醐味っすね。じゃあ練習スタート。ほんとだね。かわいいポケモンから超かっこいいポケモンに。さて、まずはね、月光河をいきなり掴んでいくっていうのがね、パターンなんじゃないかな。本番でもやりましたね。いきましょう。奥からほい。よし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 、まずは2個ゲットするのが一番だね。さてと、どうしようかな。もう一回月光が掴んでしまおうか。月光が結構掴めそうな感じ。よいしよいしよし、がっちり掴んだ。さて、ケロマツいけるか。ケロマツ取ってゲコ頭みたいな。ほい。ケロマツが滑るって言ってたよね。ドン。あー、ドンといかない。あー、2周目いけないな。はい、ケロマツ取って、これは取れたんじゃない。さすがに引っかかってるから。場所が重要だね、掴む場所が。そしてゲコ頭、はい、2周目いけずか。5枚かな。5枚でした。大丈夫かな。小当たり当たんないとダメじゃない。あー、10枚だから小当たり当たっても当たんなくてもみたいな。小当たり当たんねえな。ギリギリ1プレイもらえたけども。さあ、今日はね、ピカチュウのハロウィン台やっていきましょうか。グリーンキャットさんとかね、ジャックくんが、教えてくれてます。グリーンキャットさんはね、不安定とモンスターボールを一緒につかめと。で、ジャックくんは不安定を押してパンプキンピカチュウを取った方がいいよと。ちょっと2パターン違うんですが、どうしようかな。ちょっとね、パンプキンピカチュウを取るパターンっていうのは結構難易度高そうなんよね。不安定がどっちに行くかがちょっといまいち分かんないし、パンプキンがつかめなかった時が非常に大変なことになりそうなんで、ちょっとね、安全策を取ってモンスターボールと不安定を取っていこうかなと、僕はね、選択しようかなと思います。練習台で来たらね、ちょっと挑戦してみたいけどね、失敗する可能性がちょっと高そうなんで、取れなかった時のことがね。ということで、今回はちょっとグリーンキャットさんの不安定とモンスターボールを取るパターンで行ってみたいと思います。取れるかな。いきます。ほい、どうでしょう。あ、失敗しちゃった。どっちも結構厳しいかもね。2個ゲットできましたね。今のはバケッチャが取れたのかな。よし、おしゃれプレイちゃうよ。これもでも不安定とモンスターボールもう一回挑戦しなきゃダメだね。取れないね。さあ、行きましょう。2個掴み。ほい。うん。あれ、結構2個掴みうまくいかないね。さあ、どうしようかな。ちょっと参ったぞ、これは。ピカチュウだけでも取りたいんだけど、これは体勢が非常に厳しくなってきた。やっべ。不安って取って、まずハロウィンのカボチャを取っていかなきゃダメだね。ちょっと右側は後回しにしつつ、ハロウィンピカチュウ、ハロウィンピカチュウをまず取る。カボチャピカチュウね。
うん、あの左下のピカチュウが取れないとちょっとお話にならないんで、行くぜ。取れるよね、大丈夫。ほい、うん、大丈夫だよね。おーい、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 何今の、ぬるぬるしすぎでしょ。ちょっとぬるぬる疑惑だよこれ。え、今バッチリ掴んでたのに。ちょっと頼むぜ、ほんとほんと頼むぜ。あー、よかった。とりあえずピカチュウだけは取れました。まあ右はね、いつか取れるでしょう。いや、きつかったな今回。まあ重要バッジは取れたんで OK です。ワンってちっちゃ。こんなちっちゃかったの。はい、ハロウィン仮装ピカチュウゲットです。はい、それじゃあ今日のミーバースコーナー行ってみましょう。万華鏡っすね、綺麗な模様っす。ちょっとそっちの世界に行ってもいいっすかね。あー、綺麗だね。うまく万華鏡の世界を、あれだね、カービィのやつだねこれね。カービィとゼルダの装飾で万華鏡の世界をやってる。うまい。仰天住宅情報、バイト不動産。今日ご紹介するのは丸々と暮らす家。そこでバイトの見たものとは。あ、お化けさん、オチなんだから隠れてくれないと。隠れるほど、隠れる場所がないほどいるけど。すっげえ。逆にね、こんぐらいいたらちょっと楽しいかもしんないね。一匹だけいたらちょっと怖いけど。はい、今日はねここで終わろうと思います。今日はねちょっとアドバイスもらったんだけど、ちょっとね2個掴みがうまくいかなかったんで、不安定を押して、うん、ハロウィンピカチュウ、ランタンのピカチュウを取るっていうのが方がいいのかな、よくわかんないや。また練習台できたらね挑戦してみようと思います。あとね、ハロウィンの仮装ピカチュウ、あれ耳の裏に絶対なんか塗ってるでしょ。あそこ掴んでね落ちるっていうことは他のバッジじゃありえないんだけど、もうツルツルしてたね。一回ツルツルが取れたらもう一回はね結構ピチッと掴んでくれたけど、ぬるぬる成分がね収まったのかもしれない。なかなか面白かったです。あと練習台はねちょっと月光がうまく掴めなかったんで参考にはならなかったかな。でもね、また明日も楽しくプレイしていこうと思います。それじゃあよかったらまた明日も見てください。土の子でした。